どうもこんにちは、セーラーム州の鈴木でございます。本日はですね、お客様をお迎えしてお届けします。今回は靴というところとは若干違うかもしれませんけども、自分自身もこう靴業界にこう携わっている中で、やっぱりちょっと視点をなるべく俯瞰で、持ちたいというのもありましてですね、今回は、こういったお客様をお呼びいたしました。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日はですね、ちょっとお客さんに来ていただいておりまして、実は上尾でですね、とあるマッサージのサロンといいますか、お店がうちの近くにできます。そのお店のですね、オーナーの方に来ていただきました。お名前をじゃあ、J さんってよろしいですかね。はい、はい、じゃあ J さんに、来ていただいております。はい、初めましてじゃないですね。初めましてじゃないですね。もうだいぶ何年の付き合いですかね。実は子供同士が保育園が同じで、まあ、小学校は違うんですけど、同じ野球チームに入っているので、まあ、その辺があってちょっとご縁があって今お話しさせていただいてるんですけども、実はそのお店がですね、マッサージ店ではあるんですけど、実はですね、ちょっと特殊なお店なんですよ。簡単にお話ししていただけますかね。とある大きな病院でがんの患者さんの看護をずっとしてました。その後遺症に苦しむ患者さんのケアをしたくて、改めて自分でお仕事を始めるように決めました。とある後遺症のことについてですね、非常にこう詳しい方で、その後遺症の名前というのがリンパ浮腫です。リンパ浮腫、リンパ浮腫といってですね、僕もこう詳しくはないんですけども、がんとかになってくると切除した際にリンパも来てしまうと、そういうことですよね。でそのリンパを切ってしまった上に、リンパがこうきれいに流れなくなってしまって、人によってはこう足がむくんだりとか、乳がんとかの方の場合はこの辺のリンパを切ってしまうと、そうすると腕のあたりも膨らんでしまって、生活では特に不具合はないんですかね。まあ場所にもよるんですけど、足だと歩きづらい、腕だと料理ができないとか、あ、やっぱりその稼働しにくくなってしまうと思います。ああ、そうなんですね。まあちょっとうつ場合は靴のことを話すね、チャンネルだったりするんで、例えばそういったリンパ浮腫になった後遺症を抱えている方の中で、例えば靴でなんかこうご苦労されている方とかっていらっしゃるんですかね。足のむくむ患者さんだと結局履く靴がない、大きくなっちゃうの で、はい、でましてやそのむくみが強くなっちゃうので足入るものがないので、うんうん、まあ、いわゆるサンダルしか履けないっていう患者さんもいますね。むくみが強く出る日もあれば、そうでない日もあったりとか、そういう感じなんですかね。そうですね。あ、じゃあ日によってやっぱり大きさが変わっちゃうんですか。そういうだから患者さん向けの靴がそもそもないから、例えば冬場でもサンダルで、そうあ、それかわいそうというか辛いですね。ちなみにそのリンパ浮腫になった患者の方っていうのは、まあ、その足がむくんでしまったりとか、その状態になった時に病院に行けば治るもんなんですか。こう症治らない。治らない。治らない。がんになりました。がんを切除しました。リンパも一部切除しました。で、リンパ浮腫という後遺症を抱えました。そしたら、そのリンパ浮腫とじゃあ一生付き合わなきゃいけない。そうです。おー、今回この J さんがサロンを作ろうと思ったきっかけというのが、そのリンパ浮腫の患者さんをケアしようという、そういうことなんですよね。そうです。具体的にはどういったケアをされるんですかね。まずは患者さんと一緒にそのリンパ浮腫がどうしてなるのか、どうすると悪くなるのかっていうのをお互いに共有して、うん、まずは生活を見直すっていう指導をすることと、うん、あとやっぱり悪化する原因がいくつかあって、炎症を起こしてしまったりとか、うん、たくさん動いてしまって余計悪く循環が悪くなっちゃうとかっていうことに対してやっぱり気をつけるっていうなどの指導をします。あとは、うん、場合によってはそのリンパがよく流れるようなマッサージというか、ドレナージっていうんですけど、うん、そういうのを実際にやってあげて自分でもできるようにしてあげたりとかするのと、うん、あとストッキングとか、うん、手に巻くスリーブっていうんですけど、うん、そういうのをちょっとフィッティングしてあげて選んであげたりします。J さんは看護師としての資格があって、リンパ浮腫の資格も持っていらっしゃると。ただお医者さんではないので、いわゆるその開業の資格はないんですよね。治療をするわけではなくって、リンパ浮腫で悩んでる方々に対する、まあ、アシストして QOL クオリティオブライフ
人生をより楽しく過ごせるように、まあ、手助けしてあげる、そういった感じですよね。そうです。こういったお店って日本全国に結構あったりするんですか？治療院とかだと、まあ、都内とかではいくつかあると思うんですけど、うん、サロンっていうか、うん、だとなかなかないと思います、うん、これ食生活も絡んでくるんですか？そうだと思います、うん、治療ではなくって改善方法であったりとか、まあ、そういったこうサポートをされるサロンっていうものは多くないですね。おお、そんなお店がアギオにできたんですか？すごいですよ。付加価値が高いお店ですよ、はい、多分予約とか取れないんですか？まあ、先ほど実は動画を撮る前にですね、少しお話しさせていただいて、ご本人もやっぱりおっしゃっていたんですけども、お医者さんではないです。なので治療行為はできませんが、例えば奥さんがリンパ腫を抱えていて、旦那さんがこうケアしてあげたいんだと、ケアの方法がわからないという場合には、ご夫婦でこのサロンにお伺いしてですね、そういったこう手助けする方法なんかも教えてくれるみたいなね、そういったこともしていただけるそうです。っていう説明で合ってますか？合ってますすいませんね、僕もあのリンパ腫のことはあまりわからないので、はい、ただ、芸能人でいうと布施宏さんの奥さんの小村浩さんとかもリンパ腫のことを結構啓蒙活動されていたということだったので、周りの皆さんもこういった後遺症で悩んでいる方もいらっしゃるかと思いますので、機会があれば、調べてみて、手助けが必要であればこちら J さんのお店興味があった場合にはですね、コンタクトしてみてください。そんな感じで大丈夫ですか？はいあ、なんか言ったことあります？いや、なんか違う話で遊びに来たのにランニングを届けただけなのに。そうですね、ただうちの子供はですね、常にノースリーブで年がら年中過ごしているので、雪降った日もですね、ノースリーブのダウンジャケットを着てですね、傘を差しながらこう進むというアホみたいな、いやいやいや、ことやってて、たまたまですね、こちらの J さんが家で着ないノースリーブの服がたくさんあったんで今日持ってきていただきましてですね、はい、まあ、いずれにしましても足とか靴に関してはこちらのチャンネルでもですね発信してますけども、今後ももし機会があればですね、リンパ浮腫もそうですし、やっぱり足に関して、悩まれている方って非常にやっぱり多いので、今回僕はもう初めて知ったのが、がんになった方が後遺症をいろんな形で引きずってらっしゃる、でそれに関わってるご家族もそうですけども、やっぱり医療関係者の方も非常にこう悩みを抱えていて、やっぱりできることできないことっていうのがやっぱり多いと。で、今の縛りの中ではそこでどうしようもないんですけども、今回 J さんのようにですね、サロンという形で開かれて、患者さんに対してケアして、新しい可能性といいますか、今までとは違う付加価値を与えるっていうことはですね、すごい素晴らしいなと思っております。ぜひとも商売繁盛というところは結構大事なところではあるんですけども、多分そんなにね、何十万円とかそういうする価格ではないんですよね、はい、だと思います。10年後とかは分かんないですけどということで本日は、J さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はですね、たおやかというですね、マッサージ店のオーナーである J さんに来ていただきました。身近な方だったんですけど、リンパ浮腫のケアに関するスペシャリストだというのを知らなくてですね、別件で来ていただいた際にこんな話をしていただいたので、動画を撮らせていただいたという感じでございます。まあ、実はそのうちの家内のですね、身近な人間でもがんになった方がいてですね、この動画の内容を確認していた時にですね、家内にも見せたところ、あれってリンパ浮腫だったんだと、体の一部がちょっと腫れていたしみたいな、そんなことを言ってですね、やっぱり家内も本当にもう全然知らなかったので、まあいい機会だったなとは本当にもう思ってます。リンパ浮腫というですね、この後遺症で、例えば足の根元あたりのリンパが切れちゃった人っていうのは、血管の横にこうリンパ腺ってあるようなんですけども、そのリンパ腺をブチッと一緒に切られてしまうので、リンパが流れなくなると。人間ってすごいもんで、太いリンパ腺をブツッと切られても細かいリンパ腺がたくさんこうそれを補佐するように走るらしいんですよ。ただ
結果的にそのリンパ腺の太さというのがもう本当に全部細いので、そのリンパを流す切ることができないということになってしまうらしいんですね。本当にもう車で言えばでっかい国道が走っていたところが、そこいきなりこう寸断されて町道とか村道みたいな本当に細い道がたくさんこう迂回路としてあるんだけども、まあ結局ね車のスピードも遅いので、その渋滞を全部解消するまではいかないと、そういうことらしいんですよね。でそうなってくるとどうしてもそこのところが、体としてこうむくんでしまって部位として大きくなってしまうと。リンパ浮腫の後遺症で悩まれている方で足が膨らんでしまう方っていうのは本当にもう象の足のようになってしまうという方も多いらしいです。自分がこう知り得なかった足に関する病気というか、まあ、その後遺症というかというのもまだまだたくさんあるんだなと、まあ、その辺はもちろん僕がそれ知ったところでなんかこうお手伝いできるわけではないんですけど、そういったあの方でこう悩まれている方がいるって知るだけでも自分の中では良かったなと思ってます。真面目な話で申し訳ないですけども、今回ねそんなことを感じた動画でございました。はい、ということでね、本日は以上です。あざした。